どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですねちょっと面白い企画というか、今日ゲストを迎えております。はい、ゲストでございます。この方はどなたかと申しますとですね、私のハニーでございます。あの妻でございます、小杖さんです。今日はどうもありがとうございます。彼女にウクレレを弾いてもらって、私がいつも常日頃言ってるやつですよ。こうウクレレのリズムとか、まあギターもそうですけど、何を再現してるかっていうと、これですよ。このドラムのフレーズをね、右手で再現してるんだって僕よくね、言うじゃないですか。はい。で、ウクレレのリズムを弾いて、ドラムと合わせて、本当にそういう風に、そういう関係性なのかをちょっと実験してみようと思います。ちなみに、小杖さんはですね、このガズレレ YouTube チャンネル初登場じゃないんですよ。もう、3回目です。はい。以前ね、出てもらった時は、このウクレレストラップの作り方を公開したりとか、まあ、ウクレレ座布団とかいいね、そういうのをね、作ってる動画を YouTube の、ガズレレ YouTube でもやって、その時の映像を、この辺にリンク貼っときますので、そのストラップ作りたい方そこ見てください。小杖さん弾いてもらいますからね。で、彼女が弾くリズムをガズさんがこうドラムでその通りに再現してみるというか、一緒にセッションしてみようという企画でございまして、はい。で、まあ、今回使うウクレレ、このベトナムで作ってるウクレレピックアップ付きのこの サンプルで作ったやつを使いまして、お届けしようかと思います。で、今日のねやるリズムはね、ここにザッと書きましょう。まず8ビート、16ビート、3連の16ビート、レトロビート、ロカビリービート、いっぱいあるな、疾走ビート、レゲエビート。この辺の関係性をこう、ウクレレの右手のストロークと、このドラムの関係性を今からやってみましょう。はい、わかる。大丈夫そうですか？頑張る。はい、今ね、一生懸命練習してみたんですけど、やっぱりね、リズムはね、やっぱ皆さんもご存知だろうけど、難しい。で、そのね、ガズレレで言う、そのかっこいいリズムのいろいろというやつ、リンク、貼っとくんで、このやつを今再現しますからね。このリンク先はね、ガズレレホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろんな弾き方なんですよ。それを1個ずつ、ドラムと合わせて検証してみましょうということなんで、はい。やってみますよ。で、この感覚が分かると、自分の中でもこう、なんていうのかな、右手でドラムをやってるんだっていう、このなんかテンションが上がるじゃないですか。そのイメージを持ってもらおうと思ってやろうと思います。それでは行ってみましょう。それでは、ドラムの席に着きました。スティック持ってます。で、うちの奥様、小杖さんが、まず8ビートのチャをね、弾きます。ゆっくりね、やってもください。で、やってる時に、ドラムの途中で入ってきますから、その感じをちょっと見ておいてください。じゃあ、お願いします。再現してみましたけど、こんな感じなんですよね。小杖さんが弾いたのはジャンチャッチャンチャッチャンジャンチャッチャンチャッチャン、これをドラムでやると全く一緒でしょ。で、チャの位置がチャ、ちょっとやってみてください。チャ、これがこれになるわけです。そういうことになります。こういう風に頭の中で考えながらこう曲を演奏する。だから右手でねリズム、ドラムを叩いて左手でコードを押さえて歌を歌うわけですから、もうほんと一人楽団みたいなもんです。じゃあ次のリズムどんどんいってみましょう。はい、次はね、じゃあ16ビートのチャいきましょうか。ちょっとこれ皆さん難しいね、チャレンジしてる方多いと思うんですけど、じゃあお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。
みたいな感じです。今の場合は、まあ、口で言いますとジャンジャンチャカチャジャンジャンチャカチャカジャンジャンチャカチャジャンジャンチャ、ドラムでやるとまあこれ全く一緒のことでございまして、まあたまにねこうドラムだとまあアレンジを聞かせたりとかするんですが、基本的には今のドラムをこの右手で右手一本で再現しているというのがこの16ビートのシャでございます。かっこいいですよね。やっぱりいいですよ ね、はい、このイメージを持ってて、ちなみにですけどね、細江さんもドラム叩けるんですよ。でもちょっと今日お互いやってみたらあのな全然叩いてないんで、まあガズさんの方がドラムいいねってことになったんですけども、はい、じゃあどんどん行ってみましょう。次はちょっと難しいあれです。安室奈美恵ちゃんの曲で出てきた3連の16ビート行ってみましょう。3連の16ビートちょっと練習した方がいいんじゃない、大丈夫ですか。ちょっとやってみて、どんなやつか。はい、今の思い出しました。ジャカチャ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 チャパチャパジャカチャ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 チャパ、これ難しいんですよね。ちょっと小杉さん頑張ってくださいね。じゃあ3連の16ビートのドラムと合わせてやってみます。どうぞ。これドラムでやるとこういう風になるんですよ。ドンチダンチドンチドスクバンドンチダスクドンチドスクバン。かっこいいですよね。はい、どんどんいきますよ。これやっぱ皆さん気づくでしょ。これ右手どれだけここでロマンティックなことをね、この奥義なこのドラムセットのことを右手一本で表現してるわけですから、楽しくなってました。じゃあどんどんいきましょう。次はレトロビートです。これは渋いですよ。ちょっとドラムもどんな風にしようかちょっといろいろ考えてるんですけど、じゃあどんなやつかちょっと小杉さんにお願いしましょうか、はい、いいですか。はい、レトロビート、はい、いきます。困るやつなんですけど、まあ、ダンダパンスタパンダンダパンスタダンドゥンドゥルンパンスタパンドゥンドゥルンパンスタパン。これドラムもね、いろいろアレンジができるんでね、まあでもこんなイメージですよ。でこういうね、あの右手でねこうやってるっていうイメージよりこうワイルドにこうドラムをねやってんだぞっていう感じでいきましょう皆さん。いやー楽しくなってきました ね。はい、じゃあ次、ロカビリービート、これは小杉さんもねちょっとあのなかなかやったことなくて今ちょっと練習してたんですが、どんなやつかちょっとやできるかな。でん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 でロカビリービートみたいなね、3、3、5、3、3、C の時は1弦の3と5、 F の時は2弦の1と3、 G7 の時は1弦の2と3、まあこれなんとなく、フレーズを感じ取ってください。じゃあこのレトロビート、じゃあ C と F と G7 でちょっとコード回しながらレトロビートはや、あ、じゃあ、ね、ロカビリービートをやってみましょう。じゃあお願いします。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォThank you.
難しい。はい、難しいね。これちょっとね、ロカビリービートはちょっと難しい。サンダ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 ン。これやっぱフィフティーズっぽい、こうモンキーダンスとかね、こういう踊れるやつ、ドラムはもうやっぱりドン。こんな感じがいいと思います。ちょっと私もあんまり上手じゃなくて申し訳ないですけど。このノリで、この 50s、オールディーズな感じが出るかなと思います。これを右手で再現してるんですよ。すごいです。よし、じゃあ次、いよいよ、あ、これもいいビートです。疾走ビートです。これはよくガゼラリでもあるロックバンドとかパンクロックのね時に出てくるやつですけど、どういうリズムか、ドゥドゥダドゥドゥダドゥドゥダドゥ、こうカオチャを使わずに強弱だけです、突き進むっていうイメージのやつ。じゃあ疾走ビート、どんなビートか、ちょっとまだあの物にはなってないんですけど、彼女もね、今日はこういう企画ということでですね、疾走ビート頑張ってちょっと弾いてみてください。はい、頑張ります。はい、お願いします。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォービート。これはですね、ね、これはドゥドゥダドゥドゥドゥダドゥドゥドゥダドゥなんで、この太鼓のね、ドラムの パターンはその人それぞれで、例えばあのヨシキだったらきっとドドタトドドタトってやると思うし、こういろんなパターンが考えられるんですけど、まあこのやっぱ基本はグイグイ前のめりにいく感じですからね。はい、このドラムのがドンパーンドドパーンとこう進んでるイメージを持ちながらやる。これだけでね、こうやっぱこうテンションが上がりますしね、エネルギーが曲に増えますからね。はい、はい、よろしくお願いします。何がなんだ。いや、じゃあいよいよね、大詰めになってきます。レゲエビートとスカビートをちょっと今度ねやってみようと思う。なんだけど、レゲエとかスカっていうのはドラムと直接的にはシンクロしてないんですよ。だけどこの感じをちょっと分かってもらおうと思うんですけど、まずじゃあスカからやってみようか。スカっていうのはチッチャッチッチャ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 ッみたいな感じ、チャッパチャッパ。ではスカビート軽やかにいってみようと思います。小瀬さん、お願いします。はい、1、2、3、4。このビートになります。レゲエビート、これは南国をイメージしてゆったりリラックスしてる感じで ね、やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。セットとこのウクレレでいろいろこのリズムね、このウクレレの右手で何やってるかって言ったらこれをやってるわけですから、そうやって考えたらロマンティックでしょ。皆さん、そういうイメージが大事ですから、音楽はね、やっぱりドラムをこの右手で再現してる。もう何回もそればっかり言ってるんだけど、どうでしたかね今日は。ね、楽しかった。楽しかった、ね、やっぱね、リズムってね、やっぱりここ体から持っていかないといけませんからね。皆さん、こんなね、思考ですよ、思考。
やってみてください。音楽がまあこんなことでまたちょっとイメージ変えてね、もっと楽しくやっていきましょう。ガズレレよろしくお願いします。あ、この後ちょっとお時間ある方、この後にちょっとガズレレの最新情報動画つけとくんでご覧になってくださいね。ガズレレよろしくお願いします。あ、小杖さんもいろいろ活動しております。あ、フェルケイトって YouTube チャンネルやってるんですよ。あの DIY のね、こういうなんか縫い物とかそういうやつです。この辺リンク貼っときますので、小杖さんの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日は企画ものでしたけども楽しかったです。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご案内動画どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のこと分かります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きますよ。9月の22宮城県イオンホール名取、その翌週9月29山形イオンモール天童です。はい、これは、ね、東北攻めます。今年の夏は、夏じゃ、9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのがね、これ面白いなと。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね、来た方がいいですよ。もうこの先のね、音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りの立東ミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さん、こういうの本もね、いっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。